アメリカ・フロリダ州の住宅のプールに巨大なワニが出現し、緊迫の捕獲作業が繰り広げられました。深夜の住宅のプールで水しぶきを上げ暴れているのは、体長3メートルを超える巨大なワニ。11日、フロリダ州でワニがプールの中で泳いでいるのを住人が発見し、野生動物を捕獲する作業員が派遣されました。作業員はワイヤーのようなものでワニをプールの外に引きずり出しますが、体をしならせ激しく抵抗します。大捕物の末取り押さえられた巨大ワニは水辺の安全な場所に運ばれ、野生に戻されたということです。